どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、そろそろですね、まあおそらくこれ公開日ぐらいではもう KC カップセカンドステージとか始まってんじゃないかなとちょっと思うんですけど、あのね、まあこれ現在まだ撮影日が2月の7日ぐらいなんですけども、レッドアイズデッキ今日は紹介していきたいなと思うんですが、いつもふざけたデッキしか紹介してない私なんですが、今日は結構ちゃんと強いデッキシリーズ、私のチャンネルではほぼないちゃんとしたデッキシリーズですね。で、まあ、何かっていうと30枚レッドアイズデッキでございます。まあ言わずもがな、私あのレッドアイズが大好きでレッドアイズばっかり使っている私なんですが、レッドアイズってまあ墓所封印にして知らぬ湯を対策するっていうパターンが結構多いと思うんですけど、芝刈り知らぬ湯がガチ強すぎてどうしようかなってなった時に対策っていくつかあるんですよ。墓所封印を採用するとか、まあ、デッキを太らせるっていう、デッキをデブにする、要は30枚とか多くする、そうすると相手が芝を刈れないっていうことで相手の墓地リソースをね貯めさせないっていう、まあ、そういうことができるんですけども、今回は30枚で組んできたレッドアイズデッキとなっております。でですね、その事故るんじゃねって大丈夫なんかなって思うじゃないですか。そのレッドアイズデッキって結局そのフュージョンと、まあ、インサイトがないと動けないから。でここでこの魔法の使い手っていう、まあ、要は芝知らぬいでもよく使われているこのスキルなんですが、これがなんかねレッドアイズデッキにすげえ相性がいいっていうことが判明しまして、デッキに魔法カードが5種類以上あると初期手札に魔法が入りやすくなるということで、まあ、1枚は絶対に確定するよっていう感じなんですけども、これね結構ねインサイトとフュージョン2枚引けるとかあるんですよ。でどっちか引ける確率だったら多分ね9割以上あるね、多分体感こんだけ入ってっから、こんだけ入ってっから体感9割くらいあるんですけど、まあ、細かい数字出してないけど多分そんぐらいあるはず。こんだけ入ってっからインサイトかフュージョン、まあ、もしくはどっちも引けるっていうとかすごい多いんですよ。だからねほぼ事故んないです、ほぼ事故んない。やっぱね事故負けって一番くだらないんで、竜魚デュエルリンクスで4000しかないから事故った瞬間終わるんですよ。だから事故負け一番くだらないけど、これ事故んないんですよ、ほぼこれ出ますスラッシュが。これやっぱ楽しいですね。でどういう、まあ戦い方するかっていうと、基本的にはスラッシュを出していくっていうパターンと、あとやっぱりねそのメインギミック、遊戯王デュエルリンクスって強いデッキの条件いくつかあるんですよ。メインギミックでモンスターと魔法トラップに触れるっていうのが、まあ、やっぱり一番強い条件じゃないですか。でこれが来たからギアフレイドが来たんで、これバックに触れるんですよね。今まではバックに触るっていうことがほぼ難しかったレッドアイズなんですけども、ギアフレイドが来たことによってこいつに装備された魔法トラップカードを、まあ、外すことによって相手の魔法トラップカードを1枚選んで破壊するよっていう効果ついてるじゃないですか。これやっぱ強いっていうのと、まあ、それとのコンボで強いのがベビードラゴンね、この辺のモンスター、これをねうまいこと活用させていきたいなと思っております。で、魔法の使い手でフュージョンとインサイトをたくさん入れる都合上、ガーディアンの力とかがたくさん積めないんで、これたくさん積んじゃうと初手にこっち来ちゃうっていうパターンあるからね。だから、まあ、1枚に抑えまして、装備カードはこっちのブラックメタルドラゴンとか、こっちの腐れ付きダイナマイトとか、あとスパイクシールドとかね、まあ、この辺のカードを、採用してるっていう。まあ本当はこれスパイクシールドじゃなくてその腐れ付き爆弾がいいんだけど、5枚くらい積みたいんだけど腐れ付きダイナマイトを、ダイナマイト3枚しかないからジャッジって言われるから、だからまあこれ積んでるって感じですね。まあ一応そこはひそかされちゃった時のためになんかバイーンってなるから反撃できるんで、一応、まあ、一応そういう意味では、まあ、そこそんなに悪くはないかなっていう思ってます。で、あとの魔法カードとかは、なんだろうな、採用するべきカードって、なんか、強いカード、環境に強いカードであれば別にいいんですけど、コスメ臭いけどね、これないと、なんか、ブラマンチとかのドヤ顔で展開されるんで、まあ、これとか、あとは、召喚獣とか相手にだと結構、コンセントとか刺さるんですよね、意外と、なんか、ドヤ顔で、なんか殴ってきたやつ、カエル人できたりするんで、でこれ結構強いですね、普通に。あとは、これ、ワイバーンと、トレーサー。これは、まあ、ブラックメタルでトレーサー持ってきたりとかできるし、あと、こいつはインサイトで落とせるんで、まあ、この辺のカード入ってると。で、底なしカナディア対策のエディチェンジャーみたいな感じでございます。早速ですね、30枚レッドアイズで環境を目立っていきましょう。デュエル。スタンバイ。
さあお相手の方ゾウのうんちくんよろしくお願いします。スティールスタンバイ。あやばい、フュージョンできないやつだこれ。まあいいや、まあでもそんなに悪くはないな、そんなに悪くはない。このセットするか。でこいつもセットしよう。でダイナマイト系しよう。これもダイナマイト系だ。あんまりね初手融合できないっていうことないんですけど、まあ、たまにこういうこともあります。たまにはこういうこともあると、そういう形ですね。ではとりあえず、コズミセクロがあるということで、はい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 、どこですか、それ。よし、オッケーオッケー。ガーディの力まあいいだろう。ダイナマイト守れた。あーんと半蔵さん、半蔵さんね、オッケー。で忍法長か、隠れ里があるかどうかによるんだな、全ては隠れ里があるかどうかによる。使ってから破壊でいいんじゃねえか。使ってから破壊でいいだろう。使ってから破壊。あー修練、それはねもうダイナマイトするしかないね。ダイナマイトしていこう。ダイナマイトしてギアフリードに装備していく。で装備された場合、ギアフリードになんか装備された場合、自身の装備カードをぶち壊していく、爆発していく。で魔法トラップカードを一番選んで破壊していく。忍法長か。でダイナマイト爆発したんで効果爆発していく。バーンこれ強えな、これマジで強え、この動きガチで強え。でレッドアイズブラックドラゴン来た、いらない。でバトルフェーズ入っていく。いけ、試していいですか。ありがとうございました。ドラーやっぱメインギミックでバック触れるようになったから、レッドアイズめちゃくちゃ強いです。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、イザヨイアキ選手よろしくお願いします。デュエル3倍、レベル上昇とかレベルコピーだろうな。ですね、先に違うわ、レッドアイズね、間違えた、危ねえ間違えた。ギアフリードを墓地送って融合を持ってくる感じかな。融合を持ってきて、でこれギアフリードこれダイナマイトある場合ってね、ギアフリード立てちゃっていい気がするんでね。まあ、ちょっとこうすんじゃん。で、AD すんじゃん。で、こうすんじゃないですか。で、スラッシュ出すじゃないですか。で、これセットするじゃないですか。セットして、これなんか懐かしいな、この AD のムーブ。これなんか爆風とかで思い出しますね。なんかネオスで爆風セットして、なんか AD で自分の爆風を叩き起こすっていう。あのムーブが、思い出される。やべ、見てなかった、やべ。ちょっと待って。コズミックサイクルあるか、あ、ねえわ。多分このデッキはねえよ。このデッキはコズミックサイクロワンねえ。まだいいか。まだいいんじゃねえか。まだいいんじゃねえか。いやでも効果破壊耐性ある。あいつが忍び足が出てくるとめんどくせえんだよな。何が察知されるんだろうこれ。これもう打っちゃった方がいいやつあるんじゃない。岩投資か。岩投資か。もうこれ打っちゃうか。これ打った方がいい気がするんだこれ。岩投資装備されてから破壊したら結局サーチ入っちゃって意味わからんから。あー、むずいけどな、これ。相手の手札見て。まだ特殊召喚できんのかな。ちょっとこう、もう、打った方がいい気するんですよね、俺。打った方がいい気がしてきた。ギアフリード効果、破壊して、で、ダイナマイト効果で、相手のカード1枚ぶち殺していく。ダイナマイト爆発。ちょ、やめて。もう展開しないで。もう展開しないで。召喚剣使った。やめて。もうでもホラガイとかでしょ出せんの多分。まあその人しか出せないですよね。ホラガイしか出せないですよね、それ。まあ、もう。仲裁。はいはい。あ、仲裁？あ、岩通しあんだっけ？やばい！いや、ちょっと早かったかな。ちょっと、でもな、結局第8なんかほっとくとな、第8ほっとくとすげえめんどくせえことなんだよな。仲裁と岩通し装備してから出まったか、今。ミスったか、これ。プレミか？プレミかこれ、プレミ侍来るかこれ、仲裁やばい。で岩通し効果でホラがいいサーチして、で仲裁で出てくるのがあれか、なんだっけ、影帽子か。やっべー、ちょっとなんか変なプレイングしたくせー。もうさー、なんか今のどうだったんだろう。でも結局なんか岩通し今のさ、第8をさ止めたらもう特殊召喚もうなんか何も展開できないっていうパターンもあんじゃん。特殊召喚できなくて普通にやべえな、これ普通にやべえわ、普通にやべえ。
シンプルにやべえ。ビッグワラジーやばい。やばい。やばい。で、あれか、影帽子効果が。影帽子効果で自身リリースして、で、あー、つえー、やべえ、ミスったー。絶対ミスったわ、これ、待っとくべきだったか。もう忍び足破壊してもね、戻ってくるんですよね、あの人。もう戻ってきても別に殺されるからいいのか。スラッシュで。いや、今完全に早かったな、だとしたら。いいや。なんとかなるわ。なんとかするわ。なんとかする。気合で。根性論。とりあえず、拳いいね。拳からのあれか。ビッグワラジーか。で、ここで、5-2 でシンクロか。あれだ。忍び足だ。忍び足で、シンクロ召喚していく。忍び足が出てくる。2800打点。で、グレートウォール装備。グレートウォール装備していく。やばい。普通にやばい。普通にやばいけど、いや、多分コンセントあっからよ。レベル上昇。ほう。なるほど。仲裁。なるほど。8にする。なるほどですね。で、拳が、はあ、ははあ、なるほど。拳が特殊召喚されていく。で、72、あ、急進去する感じ？これ。あれ入ってる。特急忍者みたいなやつ。あ、なんで今蘇生したんだろう。なんで今蘇生したのかわかんないけど、ダメして、これ。これさ、コンセントしたらさ、コンセントしたらさ、これコンセントガチで強いんじゃないこれ。あ、おコンセントライト強っ。コンセントライト強っ。これインサイト、勝ったわ。勝ったわ、なんか知んねえけど。なんか勝ったわ。なんか勝ったわ。で、ワイバーン、おくんじゃん。今、フュージョン持ってきて、はい。はい。で、グローブ落ちてないから、相手の、あの、ポーチに。よし、よしよし、なんか死んねえの勝ったぞ。謎に勝った。ほらいけー、ギアフリードなめんなよ。もうギアフリードっていうかコンセントレートなめんな。コンセントレートマジなめんな。ほらー、ギアフリード装備、ギアフリード装備、せやー。さあ、ギアフリードだらけの運動会、ギアフリードだらけの運動会来た。対戦ありがとうございました。超獣武者の止めるとこむずすぎん。さあ、お相手の方、アンデルセンの少女、よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、闇のゲームの始まりだぜ。なんだ、リスタートか。リスタートか、珍しいな。レッドアイスフュージョンの効果発動。レッドアイスフュージョンの効果によってデッキよりレッドアイスブラックドラゴンと、戦速モンスターを墓地に送り、レッドアイススラッシュドラゴン、手を貸してくれ、ジョーノウチ君。行くぜ、ジョーノウチ君。カードを1枚セット。もう1枚セット。ターンを終了するぜ、ジョーノウチ君。ジョーノウチ君、装備カードが欲しかったよ、ジョーノウチ君。何？貴様、これ、ま、スルーか。ちょ、何すんだ、お前。やめろ、なんだ。ストロンメルク？なんでハリケーンしたんだ。そのデッキ、4キルできねえだろ、それ。はい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 、なるほどね。でシンデレラ、シンデレラ、シンデレラからの、馬車後から追いかけてくる。馬車追いかけてきた。で、ガラスの靴装備しすぎ。ガラスの靴装備しすぎ。魔導士の力。早すぎー。